失礼します。あ、はい、すいません、ナダルさん、はい、今は何をされてるんですかね。まあちょっと軽くパンプアップして、まあ、漫才する前はいつもちょっと軽くはやってますかね。はい。あ、出番前に筋トレをしてらっしゃるんですか。そうですね、やっぱできるだけ一番いい状態でお客さんにネタ見せたいんで、はい、なるほど。で、体を鍛えてどれぐらいもやられてるんですか。いや、でもまあ芸歴と一緒なんで、まあ今年13年目とかですかね、はい、なるほど。ちょっと今回そのトレーニングの様子密着させてもらってもいいですか。もちろん、そんな人に見せるようなもんでもあれですけど。あ、すいません、お願いいたします。今のはパンプアップ。なるほど。これ何キロですかね。これが30ですね。15キロ、2プラス5キロ、15、10、30、40ですね。なるほど。でもあの棒の重さも含まれると思うんですけど、50ぐらいあるのか。なるほど。今のはわざと上げないという持続もちろんそうですね。トレーニング普通に上げてもしゃあないんで。なるほど、はい。このトレーニングを何セットぐらいされてるんですか、うん、いつもは。いや、これはいつも今の位置に入れていいんですか。あ、はい、いや、いつも通り。あ、いつも通りでいいですか。はい、すいません。あ、全然あの、うん、下げていただいても、はいはい、重さを。あ、いいですか。いや、40下げてもしゃあないでしょ。上からもいいですか、アングルです。どこに効いてるんでしょうか。腹筋、背筋、胸も結構きてますね。うん、はい、いくつか気になる道具があるんですけど、はい、この今衣服をかけてるこちらは、あ、これですか。はい、こちらも使ってるんですか。子供用のやつなんで使えないですね、これは。子供用。はい。子供の鉄棒なんで。こちら子供の鉄棒ですか。そうですね。子供幕張に楽屋の幕幕張に楽屋の幕、はい、鉄棒ですか。そうですね。子供幕張に楽屋の幕幕張に幕張の楽屋にあの子供が来た時に結構遊ぶ用の遊具なんで、これは。なるほど。うん、そしてこちらも気になるんですけど、あ、それはローラーですね、腹筋ローラー。これも使ってらっしゃるんですか。これで使ってますね。あ、ち
ょっと今回せっかくの密着なんで見せていただいてももちろんです。いいですか。ここは腹筋ローラーって言って、大丈夫ですか。うん、よし。あのさ、はい、これはあの、はいはい、一応あの映像を見たことあるんですけど、はい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 、あのこう伸びてそのまままた戻ってくるというトレーニングではない。あのやりたい人はそれ別にやったらいいですけど、はい、はい、まあ別に人それぞれなんで。なるほど。あ、すいません、奈良さん、あのラストちょっと、一応ごめんなさい、これ映像的に持ち上げて、うん、胸に当てて持ち上げての1回でいいんで、ちょっとその映像をいただきたいなと思ってます。漫才のペース崩れますね。すいません。いいあ、重り減らしてくれてもいいので。別にこれ4って言うて50なんで。皆さんすみません、あの一回そうですね、胸にやっていただいて、上に上げるという映像をいただいていいですか、ね、皆さん。下げますか。ちょっと無理や。あ、いつもはこの重さでやっていないということですかね。ちょっと今日は。あ、すいません。コンディションがちょっと。いえいえ、はい。ちょっと持ち上げれなかったってことですか。持ち上げれないというか、持ち上げなかったというか。持ち上げなかった。うん、なるほど、はい。それはどういう効果が。いや、まあちょっとね、まあまあ、これも難しいところで、ね、やったらええってもんでもないと言いますか。はい、はい、すいません、無理って。いいえ、もう終わりますんで。いつもはこれをこんな感じで、よし、漫才いけそう。なんで、なんで、どないやれ。よし、あらしゃ。はい、今度1月16日の月曜日、19時からですね、有楽町シアターにて、新年一発目の、トークライブがあります。お願いします。はい、しゃべちきというね、はい、トークライブやってるんですけども、ね、新年一発目ということで、いろいろ話すこともありますし、ほんで前回のね、ハンドベル対決で僕が負けまして、なんかもうわけわからないのけど、見てない人はハンドベル対決、とにかくナダルさんに2万円分のプレゼントがいけない、前で嬉しい、めちゃめちゃだるいです、ね、だから言ったやん、俺負けたらこうなるよって、なんか笑えてないやんけ。ですので、ちょっとね、プレゼントは模様とか、はい、いろいろちょっと話すこともありますね、ぜひ見に来てください。お願いします。概要欄からチケット買います。来てください。